ジレットはアメリカ合衆国ワイオミング州の北東部キャンベル郡で唯一の都市であり、郡庁所在地である。2010年国勢調査での人口は29,087人であり、2000年の19,646人から48%増加した。人口ではワイオミング州第4位の都市である。ジレットはアメリカの石炭。 石油及び炭素メタンガスの開発にとって重要な地域の中心にある小さな都市である。愛称は国のエネルギー首都である。ジレットはワイオミング州が州に昇格してから2年足らず後の1892年1月6日に自治体化された。市の名前は測量士かつ土木技師だったウェストンジレットにちなむものだった。ワイオミング州上院議員で 共和党員の子、ジョン・シーオストランドはジレットで育った。オストランドの父、アクセル・ウィリアム・オストランドは、廃管工事店の経営者であり、1952年から1954年まで、ジレット市長を務めた。ジョン・シーオストランドの自助伝、クワイト・エーライフでは、ジレットでの子供時代を次のように改装している。ジレットには舗装路がなかった。実際、 メインストリートの2ブロック以外で舗装路ができたのは私の父が市長になってからだった。通りは時として赤い交際で覆われたので、それがすぐに赤い土ぼこりになり、通りの大半は泥が埃あるいはその中間になった。オストランドは1年生から始めて、すぐに2年生に進級した。住んでいたのはジレットの当初の役所だった、木製に部屋の建物だった。その区画は、 現在第一国定銀行の駐車設備になっている。オストランドとその弟のボブは母からピアノの指導を受けた。オストランドはフレッド・アステアやジンジャー・ロジャースがいかに映画での大流行だったかを回想している。彼らは世の母親たちならばその子供たちに同じような才能があればと願わせるようなダンスをした。ジレットには才能に溢れたものはいなかったが、 シルビア・リップマンという夫人がタップダンスを教えていた。オストランドの兄弟は比較的短期間のレッスンで州知事レスリエ・ミラーを含む監修の前で小ダンスを演じる機会があった。オストランドは次のように書いている。1936年、町の教育学区が1年生から8年生までを教える新しい学校を建設するための再建発行を承認した。 私が古い黄色レンガの建物で過ごしたのは6年生が最後だった。真新しい学校に入る我々は皆誇らしい気持ちだった。我々は不況の最悪の時期を通過し人生は快適に見えた。中学時代を過ごしながらドイツでアドルフ・ヒトラーが何をしているかについて関心を持ったとは思えない。ニュース映画ではナチの旗を背景にしたヒトラーが ドイツの大群衆を前に叫んでいた。当時のアメリカは戦争、すなわち二つの対応を隔てた、戦争の局外にあることに満足しているように見えた。時代とともに、我々が知っていた世界を変えていく時が来ていた。オストランドは1941年秋に、キャンベル軍高校に入学した。翌年、ジレット・アベニューとにバンド・オリにある、イーデルマンドラッグストアでアルバイトを始めた。 その仕事は、ソーダ水を売ることや、ランチを食べに来る多くの客にサービスすることだった。このドラッグストアは、もともと第一州立銀行として建設された建物を使っており、銀行は1929年の株式暴落後に倒産して閉鎖されていた。1932年、私は銀行に預けていた預金が永久に失われたことを告げられた。 私の金で彼らが何をしたのか理解しかねたことを覚えている。おそらく5ドルに満たない金だったが、私が貯めた投げなしの金だった。1年後、オストランドはガルフ石油会社の地震計係の仕事を手に入れた。彼らは時間給75セントという、信じられないような給与を支払った。彼らが私にその仕事を提案し、私が受けた。実際、 すぐに飛びついたと言ってもいいだろう。私はすぐにドラッグストアの店主ビルイーデルマンを訪ねて、その夏は別の仕事に着くと告げた。彼はどのくらい稼げるのかを尋ねた。私が時給75セントだと告げると、彼は悲しげに、この国はどうなろうとしているのか想像できないと言った。オストランドは地震系の仕事を懐かしく回想している。その夏、我々は、 国中を歩き回った。州内のムーアクロフトやデビルスタワー地域でも仕事をした。我々が動いた地域の大半は石油生産地に変わった。戦中に貴重なゴムやガソリンを節約するために車の制限速度は35マイル、時に限じられた。このためにいつも仕事場に行くには慎重に運転した。帰り道で混み合うこともあった。オストランドは 制限時速を超えて走っている時に、道に立っていた羊を誤って殺してしまった。天末まで改装している。ジレットは、北緯44度16分58秒成形105度30分19秒。北44.28278度成形105.50528度。44.28278-105.50528に位置する。西は、ビッグホーン300。 東には、ブラックヒルズがある、パウダー川盆地に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は13.4平方マイル、このうち陸地は13.4平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.15%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジレットの日刊紙は、 1904年に創刊し、アンケネディ・ターナーが発行するジレットニュースレコードであり、キャンベル軍全体に配布されている。ラジオ局は AM が1曲、FM が6曲ある。テレビは4曲視聴でき、全国ネットワークの放送が流れている。ジレットには座標北緯44度0011、整形105度3724地点にロラン C の電波塔がある。 高さ213.36メートルで、視線で支えられており、ワイオミング州では最も高い構造物になっている。ジレット・キャンベル軍空港には、グレートレイクス航空、ユナイテッド航空及びスカイウエスト航空が就航している。これらの航空会社により、デンバー、ソルトレイクシティ及びビリングスのハブ空港までい日地住便が運航されている。観客席数9000の競技場、 ワイオミングセンターは、市の東、カムプレックスにあり、2008年に完成した。ジレット市の公共教育は、キャンベル郡第一教育学区が管轄している。市内には、キャンベル郡高校がある。2年生のジレットカレッジは、ワイオミング州北部コミュニティカレッジ地区の一部になっている。ありがとうございます。